どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスがですね、とうとう終了かっていうね話が来ておりますので、本日はですねこちらについてですね話していきたいと思います。ということで今回はですね、 SPG アメックスね発行終了かというねこの話なんですけども、完全な裏が取れている情報ではありません。この点ね十分に覚えておいていただいてですね、今回の動画ね見ていただければなと思います。で今回のねこの SPG アメックス終了かっていう話なんですけども、 Twitter の方でですね、前回のね Q1 グローバルプロモーションですね、 Twitter で初めてねリークした方がいらっしゃいまして、その方がですね今回ねこの SPG アメックスね発行終了をですねツイートされていたって言った形になるんですよね。まあ SPG アメックスがですね新規発行終了してマリオットボンボイカードになるということで、まあその方のねツイートの内容としては、まあ特にね新カードっていう話はしてるんですけども、まあ多分ねマリオットボンボイカードになると思うんですけども、内容としてはですね、SPG アメックスね、こちらのカードについては2月の7日でですね新規発行が終了、まあ廃止ですねっていう感じになりまして、2月8日からですね新しいねカードが発表されるっていう風になります。で発表されるねカードは2枚っていう風になりますんで、まあ簡単に言うとですね、ヒルとアメックスみたいなね、まあ、そんな感じにねなるのではないかっていう話なんですよね。で先ほども言いました通りですね、この方ね Q1 グローバルプロモーションってこの前動画解説しましたけども、まあこのねリーク情報みたいなのをツイッターでね初めてねツイートされた方っていう風になりまして、まあ個人的にはですね、まあその方もね1000人ぐらいのフォロワーがいらっしゃる方なんで、わざわざねこのそのアカウントでですね嘘をつくね理由もね私個人的には考えられないかなというふうに思っておりまして、まあほぼほぼこちらね合ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。でまあ2月7日からですねこの SPG アメックスね新規発行停止ということで、もう発行することができなくなるっていうふうになりますんで、2月6日までにですね発行する必要があるっていった形になります。で2月8日からですね新しいクレジットカードがね発行されるということで、まあこちらがねマリオットボンボイカードになるのではないのかなっていう感じですね。まあその方はねマリオットボンボイカードとは言ってないんですけども、まあねおそらくマリオットボンボイカードにねなるのではないのかっていうふうに思います。ということで2月7日にはですねこの SPG アメックスがね発行終了となり、で2月8日からねマリオットボンボイカードがねおそらく発行開始になるということで、皆さんねこれを聞いてどう思いますかね。ぜひね思うことがあればですね、ぜひねコメントいただければなと思います。まあ今回ね本当にこの2月7日でね SPG アメックスが本当に終了したらですね、このアメックスの中でもですねおすすめできるクレジットカードもまたね変わってくるっていった形になりますし、またねこの SPG アメックスっていうのはもしね新カードになって、今ね100円で3ポイントマリオットボンボポイントねつきますけども、まあ、これがね、まあ、100円で2ポイントとか100円で1ポイントとかね感じになったりですね、種類が2つ出るっていう風になりますんで、まあそうなるとですねおそらく一般カード、まあここはね私の予想なんですけども、まあ一般カードと上位カードってなると思うんですよね。まあそうするとね還元率が変わったりとかですね、また得点とかもね変わってくるっていった形になりますんで、このマイルを貯めるねクレジットカードとしてもですね、この SPG アメックスがね発行終了になるのであればですね、かなりね状況変わってくるっていった形になりますよね。いや本当にねどうなるんでしょうかね、かなりね楽しみなんですけども、まあカードがね2種類発行されるっていうところを考えるとですね、本当にヒルとアメックスみたいにねなるんじゃないかなって個人的には思ってる感じですね。まあ本当に予想の範囲ではあるんですけども、まあ一般カードの場合はまあ1万円ぐらいの年会費で、で上位カードの方は5万から6万ぐらいで、両方ともゴールドステータスが付与されて、で上位カードの方にはね決済額でプラチナステータス、まあ利用額もしくは更新で無料宿泊特典みたいなね、まあこんな感じなんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですよね。
でですね、数日前にね紹介させていただきましたけども、昨年年間400万円ね SPG Amex 決済した人はステータスくれたじゃないですか。あれもね、もしかしたらこの新しいカードに付随してるのがそれなんじゃないかって私は思ってるんですよね。だからまあシステム的に今年も付与するしかなかったみたいな、まあ、そんな感じで今年付与されたんじゃないかななんていうふうにね思ってる部分も個人的にありますんで、やっぱり多分ねおそらく決済額でねプラチナステータス付与ねされていくのではないのかなっていう感じなんですよね。まあこの SPG Amex ですね、私がもうリクマイラーになった頃にはねもうあったカードなんですよね。でその頃からですね、まあ年会費は高いんですけども、まあ、マイルの還元率も高いですし、またねポイントをホテルとマイルでね交換選べるっていうのもねすごい強い特典で、まあ、おすすめされてる方ねかなり多かったわけなんですけども、まあ SPG Amex ね廃止になるということで、まあ気になるところはですね更新ができるかどうかですよね。本当に更新がね1年でもできるのであればですね、昨年キャンペーンがね2回大きいのがありましたよね。でその時に作られた方とかもですね更新ができないとですね無料宿泊特典がねもらえないで、まあクレジットカード使う、まあ終了になっちゃうっていう風になりますんで、かなりね影響大きいですよね。また今年の更新ができないとね宿泊実績をもらうことができないわけじゃないですか、5泊分ね。ですんで、まあプラチナステータスとか、まあ、ステータスの防衛とかもですね影響出てくるっていう風になりますんで、まあ今回ね、まあ、100% 確定の情報ではないんですけども、本当にね SPG Amex がね終了するのであればですねかなりね影響大きいですよね。まあね答え合わせはですね2月の7日から8日っていう風になりますんで、あと10日ぐらいでねどうなるのか話わかるっていう風になりますんで、まあ、わかりましたらですねまたね速報を出したいなっていう風に思うわけなんですけども、一応ね今回 100% の情報ではないっていうところはですね皆さん押さえておいていただきたいなと思うんですけども、まあその方もねわざわざ嘘ついてこのツイッターに流すっていうのもねちょっとね注目を集めるだけではですねさすがにやらないと思うんですよね。それも話分かったら結構もう意味ないじゃないですか。しかもこの真偽が分かるのがあと1週間ぐらいっていうところもありますんで、個人的にはね多分本当なんじゃないかななんていうふうにね思ってるんですよね。ということで今回ですねとうとうね SPG Amex ね終了になるかということで動画で撮らせていただきましたけども、本当にねこの SPG Amex ね年会費は 34,100 円しますけども、マイルの還元率も高い、ホテルでポイントで宿泊できるということで、本当にね特典がすごいクレジットカードだったんですよね。でしかも年会費を更新するだけで無料宿泊特典がもらえるっていうので、それもやっぱりすごいですよね。しかもそれで年会費が 34,000 円ということで、まだね手出しやすい、まあ手出しやすい、まあ手出しやすいまで言えないかもしれないですけども、まあ5万6万とかに比べたらねまだね発行しやすいカードだったかなっていうふうに思いますんで、いや本当にね一つの時代が終わった感じがねしますよね。まあ本当だったらの話になりますけどね。ということでね、かなり衝撃的な、ね、ニュースがね、入ってきましたので、今回ね、動画出させていただきました。まあ、最後に言いますけども、本当にね、これまだ確定情報じゃありませんので、もしかしたらですね、ありませんでした、みたいな感じになるかもしれないですけども、まあ一応ね、情報のね、一つとして頭ね、入れといていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。